今回はですね、あやかし通りの死闘ラスボスのカブキロイドとバトルしてみたいと思います。こちらですね、プレイ条件あり、勇ましニョロロン豪傑のみなんですけど、コンティニュー可能なんですよね。ということで早速初見でバトルしてみたいと思います。コンティニューなしで本当は倒したいけど、めちゃくちゃ強い強者っぽいんだよね。攻撃、必殺技を反撃してくる、しかも技ゲージを減らすみたいなこと、さっきウィスパーが言ってた。いけるかな、必殺技を組んだら速攻で打った方がいいの。あ、そういうことか。なんか買い負け、なんか必殺技ゲージ溜まってもなくしちゃうやつか。これはあれだな、サイズ13にして必殺技ヤマタンから、もうすでにHP がHP がほぼほぼない。カブキロイドの前、あっちゅう間にやられたけど、コンティニュー可能。1回目の延長、コンティニュー少なかったら梅雨コインがゲットできるみたい。オロチハンの必殺技打っても反撃されるかな。あ、大丈夫だった。毎回ってことでもないのか。本当は攻撃力アップのメラメライオン、覚醒メラメライオンさんの必殺技打ってから攻撃していきたいけど、あんまり相性良くないか。ほんじゃあ覚醒オロチとかで、あ、待てられたよ。2回目のコンティニュー。覚醒オロチハンとかで、なんかサブラッシュいた方がいいのかもしれない。8代目ロイドの舞どういうこっちゃ。ちょっとフィーバー入りたい。フィーバー入ってガンガン行くか。プニ2個ぐらい繋ぐだけでいけそう。影オロチ、影流ヤマタのオロチ。そしてブーシニャン行こう。フィーバー中も反撃してくる。なんかフィーバーだろうとなんだろうと関係ないもんね。強いよね。なんとかコンティニュー2回。どう？まだ HP 半分ちょいかな。もう一息な感じ。あと2、3回必殺技打ったら勝てそうな気がする。直接メラメライデンの効果あったのかな今の。3回コンティニューね、今のところ。めちゃ強じゃん。やば。武士には必殺技打てたな。必殺技打てると思ったらもう打たないとやばいな。チンタラしてたら、あっちの間に必殺技が打てなくなる。ヤマタンも無理。厳しい。フィーバー中はこの技、ゲージ。わー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 わわ。4回目のコンティニュー、もうこれで決めるぞ、マジ。マジ本気マジ。これで決まるんじゃないの？どう？カゲルヤマタのオロチで。まだ決まらない。最後は、ブシニャン、行こうぜ。まだ。これで決まるっしょー。これ何もしない方がいいのかな？これ何もしない方が良くない？攻撃したら、また反撃でやられちゃうもんね。これぐらいにしておいてと。プニ消しぐらいだったら大丈夫。結局、コンティニュー4回。4回でカブキロイド撃破しました。ノーコンティニューってかなりむずいじゃん。初クリアボーナスで神経験値玉ゲットです。梅雨コインゲットなかなか難しそう